おはようございます。先週週末金曜日山の日祝日から、始まった3連休が昨日で終わりまして、今日は8月14日の、月曜日。はい、セミの BGM がいいタイミングで入りましたね。ですね、お盆で電車人少なくて、今朝歩いてくる道の車がちょっといつも狭い道だけど車がたくさん来て、ちょっと嫌だなっていうところも車が少なくて、快適な通勤状態になりました。そう、世間はお盆なんですよね。今日あたり職場ももしかしたら何人かお休みなんでしょうけれども、朝ね、いつも電車で、論文系のいろいろ音声、アプリで聞いたりとかしてるんですけど、今日は電車の中で2週間後に迫った家庭動物管理士、資格試験のテキストを読み始めました。昨日の夜ね、寝る前にちょっとチラチラ見てたら、なんか俺目悪くなったなと思ったんですけども、朝明るい外で駅でテキスト開いてみたら、全然目悪くなってないなっていう、すっきり面白くいろんなことが読めるなっていうのがちょっと実感できたりして、あれなんですね、多分ね、なんかよく夕方から耳が聞こえなくなってくるとか、疲れてくると目がかすんでくるとかって、あんまり昔っていうか以前理解できなかったんですけど、そういうことなんでしょうね。55歳ですもんね。まあ一応そんなことも日々のいろんなルーティーンの中で変えていくっていうのが大事ですね。あ、なんか雨降ってきたのかな。あ、違うか、風で木についた露がたくさん落ちてきてるのかな。一応空気は本当に昨夜の雨上がりで地面湿ってて、多分この朝の、ウォーキング、50分間のウォーキング、とてもとても単純に体にいい、そういうことで1週間行ってきます。祝日とかはもうないです。お盆休みを取れる立場でもないので、今日から5日間また気を引き締めて、週末も気を引き締めるといい週末になるんですよね、本当はね。行ってきます。また明日、バイバイ。おはようございます。今日は2023年の8月15日、世間はお盆休み真っ盛りで、今また、電車50分前に電車を、某千葉県経営駅で降りたんですけれども、快速特急に乗っている30分間の間、8月25日に試験を受ける家庭動物管理士3級のテキストを読んでました。まだ全然第1章が終わらなくて、多分6章か7章ぐらいあるんですけども、読むことがたくさんあって、試験大丈夫なのかなっていう感じもするんですけどね。もうあと昨日2週間って言ったけど10日しかないですね。25日の今日15日、
と8月25日の金曜日に、一応私の夏休みを取って、東京都内神田の方に試験受けに行きます。その時にまたね、ただ試験を受けに行くんじゃなくて、また試験を受けに行く面持ちを YouTube に上げたしたいと思います。で、今ね、この歩いてる50分の間、いろいろまた論文を、聞いてたんですけれども、心配症についての、話を聞いてまして、昨日ね、最後仕事、これが終わらないと帰れないよっていうような状況になっちゃって、まあ、ちょっと職場で求める私の、簡単に言うとスピードの部分ですね、どうしても 50% ぐらいしかまだ未だに、求められるスピードから私自身は発揮できてないっていう状況が昨日の夕方分かって、なんかそれについてずっとね囚われて、で、まあ、残業というよりも、まあ、15分30分ぐらい、長く、もじもじしながら行って帰ったんですけれども、なんかそんなことに囚われちゃってね。心配症って、いろんな世界的な論文とか研究とかで、心配してもその心配突き詰めていって一体何を心配しているのか、でそれは本当に起こるのかっていうことが、実際に起こる確率は、85% ぐらいは起こらないですよね。だから本当はね、心配している時間っていうのがもったいない。今朝もね、トレーニング行く前になんかそんなことをうるうる考えて、とりあえずヒートとかに入っていくのにね、ちょっと時間使っちゃったりしてましたね。はい、ちょっと今終わりのところで、お散歩されている方がいて、遠く止まりましたけども、火曜日、世間ではちょっと違う火曜日なんだけど、勤め人として私は普通の火曜日を、今日も一番重いと言われているやつですね、火曜日って、できます。ではでは、また明日。バイバーイ。おはようございます。今日は8月16日2023年、昨日またちょっとお仕事で、焦っていろいろミスをして、現場リーダーの方にコンコンときつくいろいろ言っていただきまして、結構ずしんときてですね、いろいろ夜帰ってとか朝のとか、プライベートの時間はすごく短くなっちゃってるんで詰めて動くんですけど、その中もなんか何か抜けちゃったりとかねしました。で、まあ、ちょっとこの朝バス乗らないで歩いてくるっていうのもどうなのっていうのもちょっと言われたりとかして、それでなんかそのこともちょっと引っかかっちゃったりとかしてね、とりあえず今日はまた歩いちゃったんですけども、本当になんていうか大変ですね、人間っていうのはね。自分はそれでもまた今日、職場へ行
て仕事をします。仕事をさせていただきます。頑張るぞ。今朝電車の中で一応ちゃんとあれですね、ルーティンで抜けちゃってスマホの充電すらしないまま今朝気づいて、電車の中で充電しながら動物管理士3級試験に向けたテキストをやっと第2章に入りまして一生懸命読んでました。あと1週間近くで、試験なんですけどもね。いろいろきついけど、きついのはありがたいと思わないとやっていけない。このやっていけないとかじゃないんだよね。なんかもうきついから今までの自分の感謝が足りなかったこととか、世の中舐めていたこととかが本当に自分自身はたくさん出てきて、できつくないと人間って成長しないっていうのは本当に今自分は何か欠けてたんだな、いろいろっていうのはつくづくあります。あとただね、難聴っていうのがもうそこにとらわれて突き詰めて考えていくとどん底に落ち込んでいくんですけども、それはそれで私のオリジナルの大変なこと、嫌なこと、私なりに何かそれはそれで良かったっていうのがかなり大きな成果として、まだ55歳ですからね、長く生きていく間であるんだと思います。一応いろんな SNS、 私難聴学科で始めたっていうのもそこはあまりやってないんですけどね。とりあえず行ってきます。今日はまだ水曜日。バイバイ、また明日。久しぶりに朝、千葉県京駅から、職場までバスに乗ってきました。職場のね、現場リーダーの方にいつものようにいろいろ怒られながら、あと朝歩いてくるのあれどうなのっていうこともね言われて、それで疲れちゃってミスも多くなるんじゃないのっていうような話もあったので、今手元に大きい蜂が飛んできて、これやばいな、この蜂は結構やばい。私の手に止まったりしてます。ハチさん刺さないでね。なんだろう、カメラが何かだと思ってるのかな。刺されたらやだ。あ、言ってくれたかな。そういうことで、もう、今日は木曜日ですね。2023年の8月17日、昨晩から今朝起きるまで本当にまたずっと悩んでましたね。昨晩結構ね時間はかかったんですけど、いろいろたくさん食べて、なんとか10時半ぐらいに寝て、今朝4時に目が覚めたんですけど、なんかもうきつすぎて二度寝して、はって5時に目が覚めて、で5時っていうといつもの出る時間に対していろいろやるのがすごいギリギリなんですけど、バタ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 
ろいろ始めて、でいつもと同じ電車に乗って、バスだけは、最近乗らなかったから乗ってきたので、ちょっと早い到着になったということですね。今ちょっと別の虫に腕を刺されました。そういうことで、何でしょう、今日ね、毎日会うというのをブログに、短いブログに書いたのは、うわ、また蜂来てる。本当に周り、周囲に謝りながら、感謝しながら、そして自分を超えていくっていうのが大事だなっていうようなことを短く書きました。とりあえずちょっと時間調整、あんまりまた今日バスが来ちゃったんで、すごい早いんで、あんまり早すぎるとまたまずいんですよね。なので、ぼちぼち行ってきます。実は大変です、いろいろ。でも人間は大変なことを経ないとね、いろいろ分かってこないっていうのは悲しいところですね。ありがたいね。じゃあ行ってきます。きついですよ。おはようございます。しがない YouTuber 小野です。今日は、2023年の8月18日の朝8時ちょっと前、私、前髪がもうはげてるんで、帽子をいつもかぶってるという状況になってまして、なんと今日でちょうど18日というのは、私の誕生日が2月の18日なので、今日でちょうど55歳になってから6ヶ月ということなんですよね。なので毎日アートイの動画の55歳っていうのにちょっと変えて 55.5 歳にしました。で、今日は、金曜日、厳しい職場、まあ能力の低い私にとって厳しい職場っていう感じではあるんですけれどもね、またちょっと怒られたりなるべくしないように、とにかく今まで取らなかった、取り足りなかったメモをちゃんと、時間の無駄とか思わずにメモを取って、次にそれをまた聞かないようにするっていうのが大事だなっていう基本的なところを実行していきたいと思っています。でももう本当に今までね、だいぶまたそれかよって言われるのが今きついんだけど、すいません、メモ取っときますっていう風にやっていくしかないというところに今あります。でもお前2ヶ月だよっていうのもありますしね。いやー、仕事は何事も大変です。でもね、こういう状況にちょうど7月1日からなって、毎日厳しいんですけど、それで明後日日曜日、また勝田台の駅になんと夕方の6時に来ます。で、台湾からお盆で一時帰国している、日本の航空圏の、オピニオンリーダー的な存在であった、今もそうかな、分かんないけど、まあ航空圏だけでなく、いろんな武術をされている橋本さんが今一時帰国されているので、奥さんが、台湾の方で、台湾で長いこと飲食店をされているんですね。で、まあ、飲食店されているので長期はいられない、すぐ帰っちゃう。で、なんとか、あさっての日曜日、せっかく私も勝田台に毎日来てる、ただ仕事の、結局仕事時間すごい長いしきついしで、終わった後に勝田台駅で会うとかっていうのは厳しいんですよね。で、結局橋本さんのもうこっちにいる時間もあまりないというのもあって、日曜日
お会いします。橋本さんからいろいろね、あの武術の話とか、あと もしかしたら奥さんと一緒に来てるのかな、台湾の奥さん一緒にいたら中国語講座的動画になるかもしれないんですけれども、あのちょっとお会いした時とでも、まあ、短時間しか会えないと思うんですけれども、動画撮ったりしようかと思います。そんなこんなで、行ってきますよ金曜日、まあ金曜日は終わったら明日明後日はまた週末なので休めるんですけれども、まあ、ちょっとねいろんなこと考えてる、土日に昔私が結婚式の仲人してくれた今のこの会社の今当時社長で今課長会長やってる方のところの奥さんがもう2年前に亡くなられたんですけども、コロナのゴタゴタがあったんで何もしてなくて、お線香をあげさせてもらいに今週末ちょっとどうかな、まずはご連絡させていただこうかなと思ってたりとかしてまして、どんなことにね感謝しなきゃいけないなっていうのがつくづくあって、そんなことも考えてる金曜の朝、とりあえずはしっかり仕事をやってきます。きついのは確か、でもきつさが結局いい方向に持っていってくださる人間を、そういうことでバイバイ、また来週、このシリーズまた来週ということになります。金曜日なので行ってきます。Thank you.